観光案内所、タクシー乗り場、バス乗り場、佐原駅手洗い所、ハバグッドデイ。はい、おはようございます。ジェイカツです。今日は千葉県香取市の、佐原駅に来てます。佐原といえば、小江戸で有名ですね。ちょっと昔の家、町並みとか、そういう風情が残ってて、観光名所となってます。水郷の町ということでも有名ですね。毎月の第1土曜日じゃない、毎月の第1日曜日に、歩いて10分ぐらいのところで、八坂神社というのがあるんですけれども、そちらで骨董市が開催されているということで、それを見に行きたいと思います。昭和初めの佐原の町並み、1930年、この時にはもう駅ができてますね。で、これ河口の付近に船がついてますね。結構かなり、ごめんなさい、ボケちゃって。かなり大きな船がここに止まってますね。手で漕くのじゃなくて蒸気ですかね。これは利根川です。佐原駅から、東ですかね、に向けて行って、小野川を越えて、んで、この辺りにありました、これですね、八坂神社。こちらで今日骨董市があるはずです。実は昨日ですね、昨日は清卸駅というところでも骨董市があったので、そっちの方を見てきました。なんと実は初の泊まりで連日骨董市です。連日来いよっていう、そういう設定になっているような気がします。そして佐原も観光しなさいと、そういうメッセージだと受け取って、今日は来てます。すごいタイヤですね。何か不思議な物体が地面から生えてるかと思ったら、どうやら街路灯のようですね。錆びてるから分かんない、でも間接照明的なものですね。さっき駅前で撮影してたら、警察官の方に YouTuber ですかって、 YouTuber って言われるとちょっとかなり抵抗があるんですよね。これが小野川ですね。今日は日曜日ですけど、まだ8時半なんで人は歩いてません。お昼に、昨日も結構土曜日もちょっと歩いたんですけど、割と人いたんで、多分今日の午後は結構人来ると思います。そんでこの小野川で船でこう上り下りできるんですよね。もうちょっと向こうのあっちの方に船着き場があるんで。水郷佐原出汁会館、こっちの出汁会館の近くに八坂神社があります。お、八坂神社見えてきましたよ。鳥が見えますね。そしてそこに上りが立ってます。ちょっと逆になってますけど、佐原、小江戸佐原骨董市行ってみましょう。あっち側ですかね。これはあれですね、ここになんていうんだっけ、稲荷神社、琴平神社もありますね。
こっちは？なんだろうな、書いてないけどちょっとわからないですね。あ、右に書いてあるやつがそうかな。ちょっと見えません。結構ね、店ありますよ。しかもなんか雰囲気いいね。いわゆる骨董物が多いかな。俺らが無視してるのにさ。本当静かですね、今日は。あ、すごい飯があるよ。おお、いいね。はい、お名前よろしいですか。はい、栄翔堂、栄翔堂は栄翔堂、はい。娘さんは今日来てるじゃないですか。来てる、散歩に行ってる。あ、散歩に来てる。娘さんの方はワクチン終わったかな。ちょっとやったと思う。2回終わった。いや、1回ぐらいだよ。1回わかんないけどね。はいはい、そうそう。おばあさんがさ、こう打って叩くの、そこバスのところで、はい、窓を叩くの。で、窓で1000円、1000円、1000円で、こうやってやったら、そんなそうね。浅いけどね、その水で。もがすごかったね。昔は、最初の時なかった。
そうだよね、山はね、川はあんま、ホームインじゃ願ったよね。家でね、帰ってるのは、実際のことだもんね。いい山だよね。中心、自分の家の中心だよね。で、これをさ、自分の、写真撮るんだよ。そうなんです。どれですか。あ、これ？ん？あれ？グリコが12時で、面白いですね。時計だよ、時計。動くんだから。裏に。ああ、本当だ。面白い。あ、じゃあこれお金持ちかもわかんない。なんでそれ、あ、金安全だから。大江戸。なんて読むのかな。火消し屋の。各地のマークかな。面白いねこれ。すごいいろんなフォントがある。へえ、これとかかなり読めない。ここにしない方がいいよ。え、これとかすごくない。で、この火の用心って書いてある文字の上のあれが火消しで使う、このいわゆるこれの部分のことかな。土地とかはちょっとわかんないな。いいね。
はい、では本日の買ったもの紹介です。まず一つ目がこちら、鈴の形をした酒器、お酒の器ですね。この赤い蓋がパコッと開いて、中にお酒を入れて飲むと、江戸時代って書いてあったけど本当かなと思って、江戸時代の鈴を酒器に、加工し直したものということらしいんですよ。まあでも裏見るとどうかな、なんかかなり見えますかね、この辺とかなんだろうなっていう感じはしますけれども。でここになんかこう鈴のここに隙間が、スリットが空いてるところに模様が入ってるんで、まあもともとそういう何かを入れる、液体を入れるものかなとも思ったりもするんですけど、ちょっとわかんなくて、ちょっとさっきひねったらですね、こんな感じですね。上と下が分かれます。内側こんな感じですね。な感じ、ちょっとやや怪しい感じはしましたが、そして何か文字が書いてあります。ここにこれ見えるかな、井戸の井に岩って書いてあります。なんて読むんだろう。まず一つ目がこちらですね。そしてもう一つがこちらです。仮想法伊豆、家を建てるときに、鬼門とか、裏鬼門とか、そういう、方角を見るための図ですね。こっち向きに窓を建てるとか、どこか、トイレをどこに作るとか、物置をどこに作るとか、そういったものです。あ、潜れる。こういう感じのものです。この真ん中に家があって、で、板間とか書いてあります。で、方角が書いてあって、ネウシサルトリーニとか書いてあって、で、物置の位置とか、ここですね。こんなとこでやるもんじゃない。仮想方位図14方100、ごめんなさい、読めないです。大正8年10月吉日って書いてありますね。で、下に
ここですね、赤い文字で埼玉県北足立郡蕨町停車場道、新鮮所一のって読むのかな。うん、まああんま新しいものじゃないかなという気がします。はい、ということで、今回は、小江戸佐原の骨董市に行ってきました。昨日行った木おろしの南の骨董市と、半分ぐらい同じお店が来てましたかね。でも商品変えてて楽しめましたよ。あと神社がね、八坂神社だったんですけれども、雰囲気良くて、こう遊具もあって、なんか穏やかな雰囲気を感じました。ぜひ佐原の観光とともに、まあそんなつもりは全然ないですけど、来ても全然楽しいと思います。では今回もご視聴ありがとうございました。またの動画でお会いしましょう。バイバイ。ちなみに今買ったもの紹介で写してたこの椅子、ネジが止まってないのでグラグラします。皆さん気をつけましょう。